皆さん、こんにちは。こんにちは。なんか今日はちょっと違う感じがしますね、はい、ここはどこ？私は誰？キッチン、はい、そうですね、ちょっと場所を変えてみました、はいはいはい、なんかグレーテルのかまど、ね、そうですね、なんかこういうのもわざわざほらスタジオでキッチンの雰囲気作るじゃないですか、うん、はい、なんかもうそのままキッチンでいいですね。いい感じですね。実は今日ね、ちょっと雨なんで、はい、あの向こうの部屋はちょっと暗いんで、こちらも窓がこう大きいんで明るいし、テーブルこれ移動するのが結構大変なんで、今日達代係さんも年を重ねてきたもので、はい、結構重たいんですよね。結構腰に負担がありました。でも結構いいですね。いいですね、これね。あの以前このテーブルじゃない時に、うん、何回かやったことはありますね。初期の頃ですね、それとね。そうですね。おかげさまでこの動画もね、もうすごいですね。どのぐらいなりました？だって毎週2本、ね、まあちょっと計算が、算数が弱いんですいませんということで、はい、新しいね、環境で試みました。はい、はい、もしかしたらこれが定番になっているかもしれませんね。そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで今日はもう6月で梅雨っていう感じなんでしょうか。まだ梅雨入りではないんですが、はい、もう今日は本当朝から一日雨降ってて梅雨っていう感じですね。感じですね、うん、はい、雨の中ね、お出かけしている人もいらっしゃるかと思いますけれども、帰り気をつけてください、ね、そうですね。今日は一日中ちょっと雨がね、かなり降るようですので。昨日こうウォーキングしてると、もう街がね、はい、あちこちで紫陽花が綺麗でした ね、はい、でね、今日久々にサイクリング、はい、多摩川沿いずっと、ね、行ってきたようですね。双葉多摩川まで、はい、で帰ってきて、帰ってきて、でかいこの坂をこう S 字の坂を登ってると、道路のね真ん中にね、カタツムリ君がねそこでねいたんですね。立ち止まって、なんか雨降った時に道路を横断しようと思ったんですけど、横断しないうちに雨が止んで日が照ってきちゃったから、そこでもうフリーズしちゃったんです。だからそれを拾い上げてあげて、もう一回紫陽花の葉っぱの上に戻してみました。そのカタツムリ君、どっから誰かさんのようだなと思いながら話聞いてます、はい、ということでね、せっかく二子玉川まで行ったということなんで、うんうん、その他に何か入ってるのかなと思って、ね、うん、見たんですが、何の箱もありませんでしただって自転車ですから、ケーキだと崩れちゃうし、あと何かありましたっけ、ね、ロールケーキとかだったら平気ですよね。ロールケーキ、あとホールで買うとかね、はい、今度ね、リックサックでしたよね。リックサック、楽しみにしてますね。はい、ということで、はい、はい、今週は何を、はい、そんなスイーツの美味しい季節、まあ関係ないかそんなそんなスイーツ時間をね、楽しく過ごしていただきたいと思いまして、はい、皆さんがね、パッチワーク風のおやつマット、はい、それとポットマット、はい、作ってくれました。どちらもね、可愛いですね。ですので、これからご紹介するのは、エナさんの手作りコーナーみたいな感じでしょうかね。そうですね。はい。それと、それとマリメッコ投稿のお届けいたします。はい。ぜひね、どちらも楽しんで、はい、見ていただきたいと思いますので、最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ということで、まず最初は、はい、はい、おやつマットのほかですね。はい。今回のね、どうですか、機種。今回は薄い茶色系、ベージュ系を集めてパッチワークにしてみました、うんうん、わざわざね、こういうものを出してきて、おやつ時間、おやつといいですね、うん、はい、コーヒーはコーヒーは食うじゃない、それちょっと夜の飲み物でしたら食ってるんだねでもコーヒーだけじゃなく、うん、晩酌のおチョコにちょっとつまみでも私は好きだと思います。そうなんです。一
一人晩酌ね。そのつもりで今言ったんですよね。そうですそうです。なんか粋じゃないですか、こんなもんわざわざ出してきて。僕カキピッペラバラって言ったんですよ。店長もこういったね、あのフォローが大切なんです。で今回ですね、裏は全部同じですね、はい。こちらも可愛い北欧のクッカ柄ですね、小花柄、はい。ね、あとはローズはね、うん、こうわざと他のローズとこう、うん、上と下を組み合わせてるものも1枚のもあるし、これはね上下で2枚うまく重ねてるんですよ。これはエナさんにしかできない。そう、ね、これは1枚ですね。斜めのもありましたね。斜めのね、はい、ちょっと大きさがいいですね。あとこうお花なんか飾る時の敷物としてもね、いいですね、うん、はい、いいですね、はい。それとあとポットマットなんですよね。あのナンレですね、はい、かわいいんです。切り取りました。切り取ってポットマット、ね、これから夏にかけて、ね、お部屋のインテリアにもいいですね。実用だけじゃなくてね、はい、切り取り方がいいですね。どうですか、かわいい、かわいいです。一枚一枚全部違うんです。違うんです。今回ね、これポットマット、はい、いいですね。見てください、どれもいいですね、ね、どれもいいですね。で、あのちょっとね、あのキッチンのインテリアにもなります。そう、はい、ですね。はい、こちらは、全部で5点になります。でどれもあの一点物になりますので、はいはい、よく見てご覧になって、はい、お好きな柄のものをお選びください、はい。こちらは皆さんコーナーは以上で、はい、皆さんコーナー以上ですね、はいはい。そして、引き続き、はい、マリベッコとホコールのお届けいたします、はい。こちらも楽しんでご覧ください、はい。